皆様こんにちは。今日はブランドシーのお店でご好評いただいているパンケーキを作っていきたいと思います。ご家庭で作りやすいようにアレンジしてますので、ぜひ作ってみてください。それではパンケーキ2枚分の材料になります。卵2個 L サイズです。卵黄と卵白に分けてください。卵白の方に卵黄が入らないように気をつけてください。卵黄の方にはバニラペースト入ってます。ご家庭ではバニラエッセンスでも大丈夫です。牛乳、薄力粉、ベーキングパウダー、レモンの皮をすりおろしたもの、メレンゲに入れるグラニュー糖、仕上げにバターとメープルシロップ用意してます。それでは作っていきましょう。それではパンケーキのベースの方を作っていきます。卵黄を溶きほぐします。ここに牛乳を加えます。混ざったら薄力粉とベーキングパウダーをふるったものを合わせます。ダマが残らないようにしっかり混ぜてください。最後にレモンのゼストを加えて完成です。こんな感じです。次に卵白でメレンゲを作っていきます。最初に卵白だけで溶きほぐしてください。卵白が白くなってきたらグラニュー糖の半分を加えます。メレンゲが立ってきました。角が立つぐらいで大丈夫です。はい、それでは焼いていきます。今日は蓋付きのフライパンを用意してください。火は弱火で温めておきます。底
こに油を軽くさしてください。パンケーキの生地を2枚焼いていきます。ちょっと高さが出るようにこんもりフライパンに流していってください。そして大さじ1杯のお水をフライパンの裾に垂らして、蓋をして4分ほど焼いていきます。はい、それでは4分経ちましたのでひっくり返していきます。はい、またお水を大さじ1杯ほどフライパンの裾に流して4分ほどまた焼いていきます。はい、4分経ちましたので盛り付けていきます。はい、仕上げていきます。バターを中心にのせまして、メープルシロップをかけて食べてみてください。いかがでしたか？ご家庭で簡単にできるパンケーキなので、ぜひ作ってみてください。牛乳の代わりにリコッタチーズなど加えてもより一層美味しくいただけます。また皆様にお店で会えることを楽しみにしております。ありがとうございました。